今日ちょっとたまたまね車で通りかかってたんですけどね、なんかすごいあの商店街みたいな感じで小店みたいな感じのいい感じの通りがあったんでちょっと寄ってみましたね。調べたらね、手間内のなんか盆踊りとか盆通りとかっていうところらしいんでね、ちょっと歩いてみましょう。ベンチがありますね。いい感じの通りですね。こんなとこあるなんて思いませんでした。駄菓子屋さんかな。こっちにはマルキューっていうなんか洋品店みたいなのあります。もうなんか古いゲームとかゲームソフトとかあるんですね。売ってんのかな。スーパーファミコンとかの箱もあるね。居酒屋の街が昼も縁の下みたいです。手間ない。あそこになんかね神社みたいなのが先に見えますね。あそこが多分中心なんでしょうね。秋田銀行って言うと秋田銀行ですね。慢性病相談とかやってたでしょうね。タバコ販売とか、なんか昔のね看板とか残ってて、いいですね。なんか面白そうなコンビニがありますね。なんか主婦の方々が作業してましたね。今日はねここの菅野食堂というところでラーメンを食べました。以上です。